はい今回はエンタの神様で消えた芸人と噂されている人についてちょっと調べてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いて頂いければと思います。 結構ですね、えー、まあ、今回の話はあまあマイナーなんですね。えー、まあ、でまあ皆さんもこれ思われるかなっていうまあ、ちょっとまあ憶測をしながら、えー、まあ、調べてみたんで、まあ、もしね気になっていただくことが一つでもあればまあいいなって思うまあそんなことを、えー、今回はははお話ししてみようと思います。 まあ、エンタの神様って言ってね、えーまあ、土曜日の、えー、確か夜10時ですよね。えー、夜10時からやっていた、まあ、あの番組で、えーまあ、結構人気があった番組で、まあ、僕もね、えー、この番組、まあ、こ,のこの頃はまテレビを見てたんで、まああのーまあ、見てたんですよ。で、まあ、面白いなーなんて思ったりして。で、えー、今回ですね、調べてみたのは、えー、調べて、えー、お伝えしていくのは、結構マイナーな人なんですよ。で、えー、ちょっとマイナーっていうのもあれなんですが、内容がまあ難しいんですが、 このエンタの神様で消えたと、えー、まあ噂される芸人っていうのがいるんですね。だからよくあのあるね、テレビとかでもそうですけど、えー、何かの番組で、えー、その後ね、ねあの人は消えてどこへ行ったのかみたいな、そういった人ね。で まあいろいろいるんですけど、けれども、まあ、エンタの神様に出ていた、まあ、ピン芸人の男っていうことでね、これ結構、あのすみません、僕はあの面白いと思うんですけど、まあだどうかな、4人ぐらい、えー、し調べたんで、お伝えしてみようと思います。今回は、えーまあ、このピン芸人の男4人とですね、まあ、ちょっとおまけっていうことで、えー、最後、女性の2人ですね、あの萌えんっていう人いたんで、あれも結構面白かったかななんていうことなんで、まあ、ちょっと気軽に、まあ、聞いていただければと思います。 まず、ですね、えーまあ、皆さんもあ覚えてらっしゃると思うんですがあのなんか残念とかっていう、ねえー、言葉で、えー、なんか侍ですよね、波多陽っていたじゃないですかあれ、あの人どこ行ったのかなとか思うじゃないですか、うん、まさに本当にピン芸人で消えた男という感じかもしれないんですが波多陽っていうのは、えーまあ、その後、ですね今も地方営業とかであの活動しているって言われているんですよ。地方営業ねで あのエンタの神様で、えー、あの瞬く間に知名度を取ったんでそこまで知名度が取るとその地方営業の仕事とかそういうのもあ,のあるしもちろんあんまりいくらっていうのは分からないですがこの旗ヨークっていう人を調べてみたらエンタの神様でブレイクした時の,、えーまあ、その大きく、まあ、あの稼いだお金とかもちゃんと貯金していたんじゃないかとかって言われてるんで、うん、別にあの困って、えー、ないっていうことだと思いますねなんかあの残念っていうの、まあ、面白かったななんてね、えー、ちょっとなんか僕言ちょっとすいませんっていう感じなんですけど けど、うん、ってな感じですで続いてなんですがこれもですね、えー、結構興味、えー、あるんじゃないかと思うんですが、えー、芋洗係長っていうのいましたよね、うん、なんかちょっとちょっと何て言っていいかわかんないけどなんか独特な人でしたけど芋洗い坂係長っていうのね、えー、この人もなんかもう消えたのかなどうしてんのかなとかってあの思うんですけど芋洗い坂係長っていうのはあのこのその後あの舞台で活動してるっていうことは、まあ、消えてないんですねでやっぱりあの同様におそらくエンタの神様で地名、えー があったんで、まあ、仕事あるんちょっとね、これもちょっと,ょっと、ね、すいません、なかなか伝えられないんですけど、あの、ですよ、丸ってありましたよね。まあ、丸つけないでいいかもしれないけど、まあ、ですよっていう、あのなんか、ラッパーの洋服でね、話をしていたすごく人気のあった人、あの、ですよっていう人、あの人たちも消えたのかっていうけど、んですよもあのラッパーのスタイルで、そのまんまね、えー、まあ、以後も活動してるっていうことで、えー、ほとんどまあ消えてないんですよ。で まあこれっていうのはどうかなと思うんですが、そのこのエンタの神様で消えた芸人の中でも注目度が高いのが、あのアクセルホッパーっていう、あの永井雄一郎っていうね、あ,あの人、あまあ、僕も見てたんですけど、まあ面白かったなとかって思うんで。 まああのアクセルホッパー、永井雄一郎はどうしたのかなって、うん、エンタの神様のその後の現在、えー、アクセルホッパー、永井雄一郎はどうしたのかなということであの、リズミカルにあの動いていて、えーまあ、そういうことなんですけど、ちょっとあの腰を痛めたっていうことなんで、そこからままあああの、まあえー、休まれていたみたいなんですが、その後、あの芸人活動をしてるみたいですね、えー、だからその後の現在、現在も、えー、芸人活動されているんじゃないかって、でその芸人活動をする際に、SNS とかを使って、あのきちんと宣伝してやって っていうことで僕個人的にですけどこの「エンタの神様で」でこのアクセルホッパー永井雄一郎が一番面白かったとあの思いますね。なんかちょっとうまく言えないんですけどああのまあ見てた方はお分かりかと思うんですけど白いスーツでねピシッとしてあのなんか。 軽快な動きと、まあのなんかね、面白いトーク、まあ、懐かしいななんて思いましたっていうことで,、えーはい、で最後にこちらもです、ね、関心を持たれる方がいらっしゃるんですがこの萌え庵という女性2人組のお笑いの人いましたよねい,いたんですよご,ご,ご存知の方いらっしゃると思いますが。 もしご存知でなかったらすいませんということなんですけど、あのエンタの神様に女性2人組のあの萌えアんというお笑いコンビが出て、この人たちってすごく歌がうまかったんですが、ちょっとこれね、えー、あんまりあれなんですけど、まああの持ちネタがですね、えー、まるまるヤッホーとかっていう持ちネタがあったんですけど、これメーカーから苦情が入って、えー、このネタがあの、まあのま使えなくなってできなくなったっていうことが、えー、言われてるんですね。で僕はそこのあのこのこ萌えアんという人、そんなにわからないんですけど、女性2人組。えー イ久保っていう人はまあその後結婚しても芸能界をやめたみたいなんですがイケベの方はラジオのパーソナリティをしてるっていうことが言われてるんですねだからこのやっぱりエンタの神様で、えー、一役、えー、注目されると、まあ、その後も仕事はあるしよくあのエンタの神様で消えた芸人って言われてますが消えずにあの、まあ、その地方営業とかそういったこととかさまざまなところで、えーまあ、皆さん活躍されているっていう、まあ、そういったことについて、えー、今回は、えー、触れてみましたちょっとですね えー、まああの、まあ、難しいマイナーな話だったかもしれないんで、まあ、ちょっとまあ何か思っていただければあとですねこの番組を見られてい,い,いらっしゃった方は、まあ、そうかなと、まあ、思われる思っていただけるものが何か知らあればと思いますということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします